神代の昔の時代から変わらずに、至る所で繰り返される男女の悲劇と喜劇、こんなことが未来も永遠に続くのだろうか。男は女の胸の谷間にバカみたいに惹かれ続け、時には人生さえ狂わせるような間違いを犯す。女は男にひたすら幸せを要求しては、理想と現実の違いに悩み続けるのだ。果たして男はいつの日かまともに進化して、女について間違えなくなることができるのだろうか。女は愛とか縁とかに幻想を抱かず、ちゃんと真剣に男を見るようになるのだろうか。愛している守りたいものはもちろんたくさんある、そして憎んでいるものはその10倍くらいある。それでは幸せは一体どこに待っているというんだ。お願いだ、誰か俺が幸せか決めてくれないか。俺は一体いつまで何を求め続けてる、愛か夢か、それともただの平和な暮らしか。俺の今までしてきたことは何だったのか、俺の人生は果たして本当に意味があったのか。あなたは今日まで生きてきましたと本当に言えますか。夜明けを信じてあの時歌った夜明けはどこにある。季節のない街で暮らして、そしてただ死んでいく人間なんて、レレレレレレってことか。答えは風の中か。夢を追いかけていたら真面目に働けと言われた。今度はよらば体重の影だからと言われ、大きな会社に入ったらリストラされてしまった。人は必ず衰える、体も頭も心も。衰えることは誰にも決して避けようがない。だからせめて綺麗に置いていきたいと思うのだが、そんな簡単なことがなんでこんなに難しいんだろう。ちゃんと生きたい、ちゃんと歩きたい、ちゃんと喋りたい、ちゃんとみんなに愛されながら毎日過ごしたい。誰かを傷つけ自分も傷つき孤独になっていく、全部俺の自分自身のせいだというのか。どいつもこいつもいい加減な笑顔ですれ違っていく。女房も子供も上司も部下も友達もみんな、俺の人生にとって奴らは何だったんだ。奴らの人生にとって俺は何だったんだ。俺は一体いつまで何を求め続けてる、愛か夢か、それともただの平和な暮らしか。俺の今までしてきたことは何だったのか、俺の人生は果たして本当に意味があったのか。浴衣が似合ったあの子は今ではおばさんになってる。探しいものは何だったのか、それさえ忘れてる。楽しいことなら何でもやろうと思っていたくせに。